ベルビアは、フジフィルムのカラーリバーサルフィルムのブランド、フジクロームを関する銘柄のシリーズである。1990年3月、フジクロームベルビアの製造販売を開始した。1983年3月に発表された、ニューフジクロームのうち、フジクローム50プロフェッショナル D が、同製品に先行する同一 ISO 感度、同一式温度のカラーリバーサルフィルムである。 2003年6月、富士クロームベルビアに加えて、富士クロームベルビア100回を呼び、富士クロームベルビア100を発売、ベルビアは3タイプとなる。1978年10月発売の富士クローム100プロフェッショナルタイプ D、1983年3月発売の富士クローム100プロフェッショナル D が、 これらに製品に先行する同一 ISO 感度、同一式温度のカラーリバーサルフィルムである。同年6月、欧州映像音響協会及びテクニカル、イメージプレスアソシエーションで、富士クロームベルビア100回が受賞する。同年6月、富士クローム系では、アスティア100回も発売されており、開発者たちは、ベルビア100回、ベルビア100、アスティア100回は、 色再現性、像構造画質、画像堅牢性の3点を飛躍的に進化させたカラーリバーサルフィルムであると述べている。2006年2月、富士クロームベルビアは一部原材料の入手困難のため製造中止する。富士クロームベルビア100回及び富士クロームベルビア100のみの販売となる。2007年3月15日、富士クロームベルビアの後継製品として、 富士クロームベルビア50を発表120フィルムと220フィルムシートフィルムの45イン版、80イン版、5×7 イン版、45インクイックロードの販売を翌4月15日から開始した同年11月22日には富士クロームベルビア50135フィルムの製造販売開始を発表12月16日に発売した同年4月 東京、銀座に、ベルビアの名を冠した、商業テナントビル、銀座ベルビア館がオープン。同地は、1949年から1969年までの間、富士フイルムの本社所在地であった。2010年4月1日、富士フイルムは、同日改正された、化学物質の審査及び製造を等の規制に関する、法律でペルフルをロークタンする本さんが、 第一種特定化学物質に指定されたことを受け、同成分を含有した製品を同日現在は製造していないこと、及び過去には製造していたもののリストを発表した。ベルビアに限って言えば、富士クロームベルビアの2000年9月から2006年2月製造分、富士クロームベルビア50の2007年2月から2010年2月製造分に、 それぞれフォーズが含有されていることを明らかにした。ベルビア50は2007年4月15日に発売された富士フィルムのカラーリバーサルフィルム、写真フィルムである。ベルビア50で撮影したスライド写真。同製品は2006年2月に販売中止した富士クロームベルビアの後継製品として翌2007年に発売された。 富士クロームベルビアの入手困難となった原材料の代替物を開発し、富士クロームベルビアに近いフィルムを実現した。流常性は RMS-Q であり、色素再現においては赤緑色強調のイメージカラー、被写体は風景、ネイチャー等に合い、特に有形、緑色の描写に際立つ特徴を持つ。 蛍光灯適性はグリーンに被りやすい傾向がある。タングステン効果では、富士色温度変換フィルター LBB-12、あるいは、ラッテンフィルターナンバー 80A を必要とする。ロールフィルムについては、135フィルムでは、厚さ 0.127mm、120.220フィルムでは、厚さ 0.098mm のセルローストリアセテートを、 指示体とし、45インバン、5×7 インバンと80インバンのシートフィルムでは、厚さ0 1 7 5ト、mm、ルのポリエステルを指示体とする。現像処理は、富士クロームフィルムプロセス CR-56 を、同社は指定しており、これは、コダックのカラーリバーサルフィルム、エクタクローム現像処方である E-6 現像と互換性があり、同社は、後者の処方でも、 現像可能であると明言している。2010年4月1日、富士フィルムは、同製品の2007年2月から2010年2月製造分に、過信法が、第一種特定化学物質に指定した、有害物質フォーズが含有されていることを明らかにし、同年4月以降は含有しない製品の生産を、続行すると発表した。小型映画用フィルムを、製造販売する。 サードパーティであるドイツのビットナーシネテックは本製品を原版にスーパー8及びダブル8用フィルムビットナークローム V50D を日本のレトロエンタープライズとドイツの GK フィルムの2社が共同開発したスーパー8及びシングル8用フィルムシネビア 50D プロフェッショナルを製造販売しているベルビア100回は2003年に発売された 富士フ,フィルムのカラーリバーサルフィルム、写真フィルムである。ベルビア100回で撮影したスライド写真。流常性は RMS-8 であり、色彩再現においては、忠実発色のリアルカラー、被写体は、風景、商品、あるいは、ドキュメンタリー写真等、鮮やかな発色を必要とする場合に最適である。蛍光灯適性はグリーンに被りにくく。 画像保存性においては、富士クロームベルビア対比で約2から3倍である。ロールフィルムについては、135フィルムでは、厚さ 0.127mm、120.220フィルムでは、厚さ 0.098mm のセルローストリアセテートを指示体とし、45インバン、5×7 インバンと80インバンのシートフィルムでは、 厚さ 0.175mm のポリエステルを指示体とする。現像処理は、富士クロームベルビア、富士クロームベルビア50、富士クロームベルビア100同様、富士クロームフィルムプロセス CR-56 および、コダックのカラーリバーサルフィルム、エクタクローム現像処方である E-6 現像を指定している。同製品は、発売の年の6月、 欧州映像音響協会及びテクニカルイメージプレスアソシエーションでダブル受賞している。2015年現在4号インバンと80イン番ンのシートフィルムのみ販売中であるが、これも2017年3月には生産終了となる予定である。ベルビア100は2003年に発売された富士フィルムのカラーリバーサルフィルム写真フィルムである。 ベルビア100で撮影したスライド写真。流情性は、ベルビアラインでは初めて RMS-8 を実現、色彩再現においては、赤力色強調のイメージカラー、被写体は、風景、ネイチャー等に合い、特に、有形、緑色の描写に際立つ特徴を持つ。ベルビア100回よりも、ベルビア50に似た傾向のフィルムであるが、 蛍光灯的性はややグリーンに被りにくい点が異なっており、進化プランを採用したことで画像保存性においても富士クロームベルビア対比で約2から3倍である。ロールフィルムについては135フィルムでは厚さ 0.127mm、120.220フィルムでは厚さ 0.098mm のセルローストリアセテートを指示体とする。 現像処理は、富士クロームベルビア、富士クロームベルビア50同様、富士クロームフィルムプロセス CR-56 及び、コダックのカラーリバーサルフィルム、エクタクローム現像処方である E-6 現像を指定している。富士フィルムのデジタルカメラの2009年以降の製品では、フィルムシミュレーションモードの中に、 ベルビアとして、ベルビアの色特性を再現した撮影が可能となっている。ありがとうございます。